地産地消につなげようと、加賀市の小中学校では地元産の野菜をふんだんに使った給食が振る舞われました。加賀市では JA 加賀と協力し、昨年度から市内の小中学校で地元産の野菜を味わう日を設けています。このうち東和中学校では3年生を対象に食育の特別授業が行われ、 JA の職員から学校周辺で栽培されている野菜を教わりました。その後の給食ではじゃがいもと玉ねぎのそぼろに、きゅうりとわかめの酢の物などが提供されました。ほとんどのメニューに地元産の食材が使われています。生徒たちは美味しそうに味わいながら地産地消の大切さを実感していました。新じゃがのそぼろ煮が美味しいと思いました。やっぱなんか身近な人が作ってるから安心して食べれる。加賀市でこんなにいっぱい野菜作ってるの初めて知りました。地元の野菜食っていきたいです。加賀市ではあさってまでに市内すべての小中学校で地元産の野菜を使った給食を提供する予定です。